どうも皆さん、チャオ、ムカです。ということでね、今回はキーラ家は本当はクローバー王国の王族ではなかったのではないのかということについてお話をしていきたいなと思います。まあ今このキーラ家っていうのは2人出てきてるわけじゃないですか。ダムナティオと、まあ今のクローバー13世ですね。アウグストゥス・キーラ・クローバー13世ってね、こいつが今国王でね、だらしないやつなわけなんですけど、キーラ家がね、こうやって2人出てきてて、この2人ってまあ別の家系なわけじゃないですか。このクローバー13世っていうのは、まあ国王をね、今出してる方の家系。で、このダムナティオっていうのはそれとは別の家系ではあるわけなんですけど、同じキーラ家ところで、まあ同じ一族になるんかな、そんな感じのわけじゃないですか。で、前からね、ちょっと思ってたのが、ルミエルがまあ初代魔法帝としてね、しかも王族なわけじゃないですか。で、それの子孫がおそらくシルバ家とバーミディオン家だと思うですよ。でルミエルの本名ってルミエルシルバミオンクローバーなわけじゃないですか。まあクローバー13世でついてるんでそこの子孫なんじゃないのっていうふうに思えるかもしれないんですけど、キーラっていうところでちょっと気になるんです。なぜキーラ家っていうのかっていうところなんですよね。だって普通にルミエルシルバミリオンクローバーっていうんだったらクローバー家でいいと思うんですよ。まあ以前ね、僕そのアスタの名前アスタクローバーじゃないのって話をした時にクローバー家って言ってたらキーラ家ですよっていうふうにね言われたんですよね。あ、キーラ家かっていうふうに、ね、なって、そんぐらいからねちょっと違和感を感じてたのが、やはりこのキーラ家、なんでキーラ家なのかっていうところなんですよ。だってクローバー家の方がそれっぽいじゃないですか。ルミエルの名前にキーラっていう名前が入ってたら、あ、それはそれだなって感じはするんですけど、違うんですよ。で、思ったのがこのキーラ家っていうのはもともとこの王族ではなかったんじゃないかっていうふうに思うんですよね。まあ今この王族って3つあるわけじゃないですか。シルバ家とバーミリオン家とこのキーラ家があるわけなんですけど、もともとキーラ家ではなくて本当にクローバー家があったんじゃないかなと思うんですよ。なんかその方がそれっぽくないですか。シルバミリオンのシルバ家とバーミリオンでクローバーのクローバーがいるみたいな。で、もともとこのクローバー家に王っていうのが代々入っていたみたいな感じの方がそれっぽいんですよ。じゃあなんでそれが消えてこのキーラ家っていうのが新たに出てきたのかっていうところなんですけど、これがダムナティオが関係してるんじゃないかなって思うんですよね。ダムナティオが関係してるというよりはダムナティオの家系ですよ。ダムナティオの先祖たちが関係してるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあさっき言ったみたいにダムナティオとこのクローバー13世っていうのは別の家系なんですよ。同じキーラ家やけど別の家系。まあなんで多分親戚なんかな、言うならミモザとレオポルトみたいな、多分そんな感じだとは思うんですけど、そもそもかもダムナティオっていう名前に意味があるんですよね。どういう意味があるのかっていうと、このダムナティオっていうのはダムナティオメモリアエっていうものがあるんですよね。このダムナティオメモリアエっていうのは、まあ、人の名前ではなくて古代ローマで行われてた措置のことを言うんですよね。で、それがどんな措置だったのかっていうと、めちゃくちゃ厳しい、最も厳しい措置っていうふうに言われてるんですよ。じゃあ何なのかっていうと、このダムナティオメモリアエっていうものを受けた人物っていうのは、その一切の存在がなかったことにされるんですよね。もうその人自体が存在しなかったっていうものにされて、その人が残したいろんなあらゆる痕跡っていうものを消してしまうんですよ。もう全くなしにされ抹消していくわけなんですよ。で、しかもその中にね、2名の皇帝が受けたことがあるっていうふうにも書かれてるんですよね。少なくとも2名は、少なくともと言ってるんでね、もっと多いという可能性あるんですけど、これでね、まあ社会的な対面や名誉を重んじていた古代ローマ人にとっては、このダムナティオメモリアイというのは最も厳しい措置とみなされたっていうふうに書かれてるんですよね。で、しかもね、このダムナティオって今断罪する側じゃないですか。そこともなんかちょっとリンクしてくるじゃないですか。断罪よりもね、もっと重いんですけど、こっちの方が。って考えたら、今のこの断罪っていうのは軽いものだと思うんですよ。まあ、実の父を断罪しているっていう流れがあるわけじゃないですか。で、これを考えるとね、なんか新たにこの実の父を断罪した理由っていうのがもう一個別でね、出てきてしまうんですけど、まあそれはね、ちょっと今回置いておいて、まあ、この断罪した理由って僕今2個ぐらいすでに話してるんですけど、なんかどんどん出てきますよね。考察ってね、またどんどん出てきちゃうもんなんでね、まあそれがね、当たりか外れなんかもね、わからないので、まあどんどん出てくるもんだと思うのでね、僕はちょっとポンポン出してるんですけど、ダムナティオっていう名前、まあ、これがね、ダムナティオ、あの人本人が一人だけダムナティオっていう名前っていう可能性十分あると思うんですけど、それに隠された意味っていうのが、先祖代々同じものをある一つのことを隠して誰にも言わずに引き継いでるものがあるんじゃないかって思うんですよ。それっていうのがこの元々いたキーラ家ではなく、元々いたクローバー家っていうものを抹消したっていう、このことだけはダムナティオの家系が代々受け継いでいってるんじゃないかなと思うんですよ。つまりダムナティオの先祖ですよ。ダムナティオの先祖が元々いたクローバー家というものを存在を消したと、存在を抹消したことによって、この新しいキーラ家っていうものを王族に入れた。で、このクローバー13世たちの家系から王を出していったみたいな、その流れなんじゃないかと思うんですよ。で、このダムナティオの一族っていうのはそれが明
明るみにならないように隠し続けているみたいな、そんなような可能性があるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。だって実際ね、このクローバー家っていうものがもし存在したなら、他のねシルバー家とかバーミリオン家もそういう話をしていくと思うんですよ。もともとこういう一族がいたんだけどなみたいな話をすると思うんですけど、王族の話をした時も三大王族みたいな話をしてたわけじゃないですか。そこに元はもう一族いたみたいな話はしてないんですよ。なんでこのノゼルとかフエゴレオンっていうのも、このもう一つの家系については知っていないんじゃないかなと思うんですよね。他の今生きてる一族すら知らない、ダムナティオの家系しか知らないっていうような事実なんじゃないかなというふうに思うんですよね。おそらくね、これについては多分クローバー13世も知らないと思うんですよ。クローバー13世がね知ってたら、まあ、知っててねあんな感じでやっていけてるっていうのもなんかよくわからないんですけど、なんかそのうちねこれに関してはもしそれが正しかった場合って多分明るみに出てくると思うんですよ。何かの表紙に明るみに出るんじゃないかなと思うんです。やはりねダムナティオっていろいろ隠してると思うんですよ。やはり断罪してきてるっていう流れだったりとか、こう抹消していくっていう流れがあるので、いろんなものを隠してきてるっていうふうに思うんですけど、なんかその流れでこのダムナティオについての話っていうのがもっと広がっていくと思うんですよね。でダムナティオについて調べていく中で、この元々いた王族っていうのが出てきて、このキーラ家っていうのは王ではない、王族ではないぞっていうふうになって失脚していくみたいな流れがあったら、なんか面白い気がするんですよね。でほんまにこのアスタがね、アスタクローバーとかなったらめっちゃ面白いじゃないですか。そこでアスタあれ王族なみたいな感じになって、みたいになるじゃないですか。それって王族なのに俺魔力ねえのみたいな風にもなるんですけど、まあ、以前の動画ではね、この魔力がないからこそ王都から追放されてなかったことにされてるんじゃないかみたいな話をしたんですけど、ダムナティオっていうところで調べてみると、存在を一切なかったものとして抹消していくっていう流れがあるわけなので、でたまたまそのアスタっていうのが生き残りだったみたいな、そんな感じになったらなんか面白い気がするんですよね。まあ、なんとかね逃げ出して、なんとか抹消される前に逃げ出して、存在はもう消してるけど実は生きてた、でアスタっていうのは、まあ、その中で生きてた中の末裔みたいな、そんな流れがあってもね、なんか面白い気がするんですよね。でもおそらくダムナティオはね、それについて気づいてないと思うんですよ。もしね、そういう場合があったとしても、アスタがその子孫っていうのは知らないと思うんですけど、何かは感じてるかもしれないですよね。だからこそあえてアスタにしつこく付きまとってるじゃないですけど、だってアニメでもねアスタのことをめっちゃ気にしてたわけじゃないですか。そういうのを考えると何か感じ取ってるみたいな、なんかそんな可能性もあるんじゃないかなと思うんですよ。なんでダムナティオってものがね、僕はダンテとも関係があるんじゃないかっていう話をしたんですけど、まあ、それはねそれであると思うんですよ。それはそれであると思うし、それとは別でこのキーラ家っていうのが元々は王族ではなくて、ダムナティオのいる家系の先祖っていうのがこのね元々いたクローバー家っていうのを消し去ったっていうような流れは全然あるんじゃないかと思うんですよ。両方あったらね、それはそれなんか怖すぎやろって感じがするので、どっちか片方な感じがするんですけど、ってなったらやっぱダムナティオと戦っていく流れっていうのがどっちの流れにしてもありそうですよね。ダンテとつながりがあって、実は黒幕ダムナティオでしたみたいになってもダムナティオと戦う流れはあるし、このダムナティオっていうのが、まあ、その先祖ですよね。その先祖でいろんなことを抹消してきている、で王族になってきたっていうところで、まあ、このグローバー13世に関してはね敵にならないと思うんですよ。だって戦うほどの力もないと思うので、だって今のところね使える魔法って大きい自分作るみたいな、そんな流れなので、あれでまあパンツとかしていたらねめっちゃ強そうな感じはするんですけど、グローバー13世に関してはねそんな強くない気はするんですよね。まあ、これで実は強かったですみたいな感じになって最強みたいになったら怖いところであるんですけど、今のところねあいつはもう光魔法の無駄遣いをねしているわけなので、まあそんなね強い敵にはならないと思うんですけど、ダムナティオですよね。やはりダムナティオがね、あの天秤魔法で魔力を操作できるわけじゃないですか。相手の魔力っていうのを小さくして魔法も小さくしていくみたいな流れがあったように、あれがね敵になってきたら相当強い気がするんですよね。でも多分それに対抗できるのはアスタと闇なんじゃないかなと思うんですよ。やはりこのアスタっていうのは先祖の思いも込めて戦っていくっていう流れもあるだろうし、だってアスタの親っぽい人物もすでに出てきたので、あの母親っぽい人ね一コマだけ描かれてたので、それ考えると先祖たちの思いっていうのも持ってる、で闇っていうのはもう自分の団員を大事にしてるわけじゃないですか。でしかもダムナティオのことあんま気に入ってないと思うんですよ、闇って。アニメでもね突っかかったりしてたんで、それ考えたらこの闇とアスタっていうのは、まあ、補属性で言ってもねこの二人が一番対抗しやすそうな感じはするんですよ。やはりアスタってまあそもそも魔力使わないし、アンチ魔法なんてねあの天秤魔法で抑えれるものではないと思うので、そうなったらダムナティオに対抗できるのはアスタで、この闇っていうのは今ね新たなマナゾーン黒月によって自分のテリトリー内ではもう魔法がかき消されるわけじゃないですか。ってことは
は多分あれ自体効かないと思うんですよ。あの魔法が自分に来る前にもかき消す、だからこそ自分の M 魔法っていうのがちっちゃくなることはないみたいな、そんな感じにも思えるんですよ。でこの居合斬りを放っていくみたいな、そんな流れもね全然ある気がするんですよね。なんでこのアスタと闇が2人で一緒に戦っていくみたいな、ダメなと戦っていってこのキイラ家失脚みたいな、そんな可能性もね全然ある気がするんですよ。でその後どうなるのかですよね。アスタが仮に盗賊だったっていう風に分かったとしても、アスタの親たちってもういないわけですよ。多分どっかで生きてるってのは多分別の話なんですけど、多分いないと思うので、アスタ一人がもう一つのね一族復興させますみたいになったら、どうやって復興させんのみたいな、サスケみたいな感じみたいな思うので、ウチハの生き残りっていう感じにもねなるので、まあ考えられるところとしては、盗賊ってだったらね、モエルもミモザももう大々的に結婚することはできるわけじゃないですか。まあ、二人ともと結婚したらめちゃくちゃな流れではあるんですけど、まあ僕的にはミモザと結婚してほしいなって感じはねするわけなんですけど、結婚というか結ばれてほしいなって感じはするんですけど、まあそうなったらまあちょっとずつね子孫が残っていって復興していくみたいな流れは全然ある気がするんですけど、速攻ねアスタがこれで王に戻りますみたいな感じになってもよくわからないので、まあ、王に戻りますというかその王族に戻りますっていうところですね。国王になるとは思えないんですけど、まあそんな流れがあっても面白いなっていうふうにも思うし、このダムナテオという男ですよね、なんかいろいろまだまだいろんなことをね隠してそうな気がするので、ちょっと気になるところではありますよね。はい、ということでね、今回はこのキイラ家っていうのはもともとクローバー王国の王族ではなかったのではないのかということについてお話をしました。ぜひこれについて何か思ってくれましたらコメントよろしくお願いします。ということで今回の動画が良かった方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。